はい、です。こんにちは、どうもどうも。今日は2023年の4月の24日夕方ですね。はい、本日ですね、東京ディズニーリゾートの夏のプログラムが発表になりました。こちら、公式 Twitter にリンク貼られてジャンプするとこのページ行きますね。やっとみんなと夏休みということで、はい、40周年ロゴにですね、このティンカーベルのピクシーダストが これ水しぶきになってんですよね。はい。それでミッキーと女の子はハイタッチしようとしてます。こちら、夏のビジュアルですね。はい。でですね、こちら、夏って何やるのかっていうことでですね、はい、じゃあ、詳細、発表いきますね。はい。これですね、公式ページから行くと、こういうふうにですね、40周年っていうのと、ビジョン・レ・マックスの夏休みっていうのと、あとはダッフィー・フレンズ・みんなに会える初めての夏 はいありますでですね、これ夏っていうことで大きなコンテンツの発表、実はこれ2つです。上の40周年っていうのは、あのもうみんなが知ってる40周年ですね。で、一番下のモットっていうのはチケットの詳細なので、あの、首都圏パスポートとかの告知なんで、実質ですね、今回2つの大きな発表がありました。なので、この2つ見ていきますね。まずですね、このびしょレれックスの夏休みって、これ見ていきます。 はいこちら、もびしょ濡れマックス、パワーワードですよね。はいなのでね、みんな思い描いてるあの図分濡れのイメージであると思うんですよね。例えば、ランドだったら、なんか古くはね、総理をオコとかね、最近だと王様万歳とか、あとあ、の白米のですね、なんか、ジリーとニックの水かけとかですね、あと、クールザヒートとかね、ああいう、白米とかのね、ああいう散水プログラムをイメージすると思います。 で、C だってやっぱりね、ゲットウェットとかトロスプとかそういうイメージじゃないですか。やったあの夏は帰ってくると思うでしょ。で、詳しくこちらって見てみます。はい。そうするとですね、ランドと C のページにジャンプするんですけども、ページが遅い。はい。あ、来た来た来た。いいですか。はい。これね、ランドと C で、えっていうことで、こちらなんか、 水のアイコンタップしてくださいってあるんですよね。これ見ると、スプラッシュマウンテンとトゥーンタウンとベイマックスのところに水かけのアイコンがはい、叶えてますよね。じゃあ上のですね、スプラッシュマウンテン見ていきます。はい。はい、そうすると、スプラッシュマウンテン、水の入れマックスっていうことで、はい、こちら、去年ありましたよね。あのいつもで水がいっぱいかぶれるっていう、ずぶ濡れになるあのスプラッシュマウンテンですね。 はい、こちら引き続き今年もやりますよっていう。はい、そういうことですね。はい。で、次がトゥーンタウンですね。はい、トゥーンタウンですね。ビジョナルトゥーンタウン。ほうほう、なよこれ。はい、トゥーンタウンではですね、ビジョナルネスポットが出ると。で、ジョイトローリーの車庫前にクールミスターや滝のような水が飛び出る、そういう仕掛けがあるとのことですね。うん,んなので、まあ、山水スポットがトゥーンに登場すると。はいはい、わかりました。で、これ、ベイマックス。 ベインマックス、これ水がけになるのアクロトピアみたいにと思ったら、これ違うんですよ。これね、ベインマックスの散水プログラム、名称を見て、カミングスーンってことで、これですね、ベインマックスのどうやらミニパレードがあるっぽいんですよね。1日3回と。まあ、確かにベインマックスってね、みんなの健康を考えるそういうケア、ね、ロボットですから、まあ、みんなのね、体調を考えて、私が涼しくしますよみたいな、おそらくそういうセリフをね、出しながら、 来ると思われますでこれ見たらですねなんかミストを巻きながら、うん、ケアな人のエリアを探してで停止するとで停止をするとそこで水が放たれますっていうことでまあなのでどの程度の酸水水があるかわかんないんですけども、まあ、僕のイメージでは昔あったグーフィーのクールパンックっていうグーフィーが水かけて回る のイベントがああっったたんんでですすよよねミニパレードがあったんですよこれはね、2005年ぐらいかな。2005年が6年ありましたよね。なので、おそらくそういうレベルのミニパレードだと思われます。まあ、水もですね、なんかあの、ドナルドのね、あのクールサービスじゃなくて、なんだっけ、あのドナルドのオベジュアルのやつね、なんだっけ、ど,どうスでした。あれみたいにですね、なんかやっぱズブリエリアなんていうふうに設定してくれて、特にこのエリアはですね、もうバケツでなんか、 キャストとかダンサーとか水ぶっかけるみたいなそういうずぶ濡れエリアとかね作ってくるていいんですけどもねまあ様子見てもし大人気だったら停止がですねなんかいっぱい止まってねそういうずぶ濡れエリアみたいなのが設定されるかもしれませんよねはいランドは以上ですなのでみんなが期待してるようなですねなんかソリオコブとかですねなんか何ス水サマービートとかですねまたね あのパイレーツナイトとかですね、まあ、あとは王様万歳とかですねああいうレベルのまあ水かけイベント物価ぶ,ぶりのそういうショーではありませんのですいませんちょ,ちょっとこれぬかい喜びかもしれませんねはい続けて C いきますはい C 見てくださいこれアクアトピアにチカ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 光ってるだけなんですよね嫌なのかもしれませんはいパッと見るとはい アクアトピアにズブ濡れエリア、ズブ濡れコースが設定されますよっていう、これこんだけなんですよね。はい。なので、ディズニーシーのこのズブ濡れプログラムはこんだけです。これかなりズコーってした方いませんなんか、ゲットウェットとかですね、トロスプレベル、あのレベルのなんか水かぶりプログラムが帰ってくるなんていうふうにですね、なんかツイッター見てたらそう、なんかワクテか喜んでる人がいて、 いや、これ、よく読んでほしいですよね。はい。なので、そういうレベルではありませんので、はい。ぬか喜びな方、もしかしたらいるかもしれませんね。はい。なのでね、ちょっと物足りないですね。これ、どうしようかな。総評で言おうと思ったんだけども。まあ、ちょっと物足りないな、これはな。あ、そうそう。それでですね、ランドとシーで、こういうですね、水かけのアトモスっぽいのが、どうやら出るっぽいんですね。これ見るとですね、 なんか、キャストがですね、水の入った樽をしょって、どうやらランダムで現れて、それで涼みたいゲストに対して、クールミストをかけて回りますと。まあ、クールミストなんで、要は霧ですよね。要は、水をかけてくれるゲリラキャストがいて、そういうふうなね、水かけてくれると。で、どんなキャストって見ると、どうやらゲスコンっぽいんですよね。 ちょっといいですか、ゲスコンっぽいね、イメージ写真があって、これ分かります右下。はい、なので、これ、いつも、あの、ね、いわゆるゲストを案内してる、パレードル,ルートなんかでね、ゲストを案内してるあのキャストですよね。はい、あのキャストがですね、なんか、野球場のビール売ってる女の子みたいに、なんかね、水を背負って、それでどうやら、はい、ゲストに対して、 ランダムで水をかけてくれるっぽいんですよね。でもミストって書いてあるから霧ですよね。はい。なので、水に濡れたい方はですね、今言ったようなプログラムで、まあ、水かぶりができると。なので、みんなが思い描いてたような、なんか、ズム濡れではないと思います。いやー、ちょっとこれは本当にね、ぬか喜びですね。僕的にはですね、やっぱり何度も言ってる通り、ラウンドだと、ね、 ソリオコブとか王様万歳レベルディズニーシーではやっぱりトロスプレベルはいあのレベルをやっぱりね復活させてほしかったですねはいでですねあの夏のグッズも発売になるそうです夏グッズねはいちょっとま詳しくは割愛しますけどもまあいろいろ出ますとね去年なんかもなんか「すいすサマー」とかなんか乾いておりましたよね 夏は大体ね、チップとね、地電なんかがフィーチャーされることが多いんですけども、今回特定のキャラクター、フィーチャーは、これ見た感じないっぽいですね。はい。なので、この辺出ますね。おー、なんか、でも、あー、ちょっとオールドタイブの中右右とかですね。なるほどね。はいはい。この辺が発売になります。はい。これまた改めて紹介したいと思います。この辺なんか普通に切れそうですよね。はい。この辺が出ます。 はい、で、フードですね。ランドとシーでフードが出ます。はい、これをですね、まあ、ちょっとパパパッと消化するんですけども、まあ、かき氷があって、はい、そして、あ、おお、これこれ,これ、ラケッティ復活ですよ。見て見て、これ、ラケッティラクーンサルーン、クリッターサンデー、はい。6月26日にラケッティ復活、よかったね。はい、ラケッティ復活、ね、冷たいドリンクもありますと、この辺はもう40周年ドリンクですよね。 それで夏は冷やし麺系っていうことではいチャイナ・ボイジャーで冷やし麺が出るのとキャンプ・ウッド・チャックでもこちら冷やし麺が出るはいそしてプラズマ・レーデザイナーでも冷やしうどん出ますねウッド・チャックのどういうはいエビとチキン・テンダーの冷やし麺ゆず塩ってことであの冷たい塩ラーメンですねはいなんでこの辺、ね、は、まあ、定番メニューが出ますよねそして C 見てみようか。C なんですけど、C はですね、ちょっといいですかちょっと一個気になるのがあって、まあドリンクがあって、これ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 、ちょっといいですかボルケーニャの冷やし担タン麺タも発売済みで、で、独裁ダイナーで冷やし麺が出るんですよね。今回はですね、これなんだスパイシーチキンとエビの、おサラダヌードル。ヘルシーでいいですね。何味か気になるな。でですね、これ、こんだけなんですよ。 でこれ C はですね去年あったあのザンビーニのあのトマトのかき氷の冷やしパスタあ,いあれがですね僕的にはほんとおしくって今年も出るかと思ったらなんと今年ないんですよねえでもねザンビーニ今の菜の花パスタが5月で終わるから絶対にね新しくあのトマトのね冷やしパスタ出ると思うんですけどもねはい出てほしいですねこれ続報待ちたいです で、今回これもう冷やし系というか冷たいプログラム、ぶっかけプログラムってもうこれで発表終わりなんですよね。はい、こんだけです。で、ちょっとトップに戻るんですけど、今回ですね、これ見ると、いいですか、ダッフィーもなんか関係あるような感じがするんですよ、宣伝見るとね。夏のディズニー行ってみると、これですね、 実はズム濡れがあった後にダッフィーがあるのでなんかこれダッフィーがズム濡れにしてくれるとかですねそういうふうになんか <laughs> 誤解するんですけどダッフィーはダッフィーでこれ別なんでズム濡れプログラムとダッフィー別なんでこれ勘違いはしないでくださいねなんかダッフィーがホースを持って水かき回ってくるとかですねそういうのではありませんダッフィーに水かぶったらこ大変ですからねはいなのでじゃあダッフィー何やるのかなんですけども ダッフィーのプログラムは大きく分けると3つあるのかな。はい。まずはですね、ハーバーショーですね。ダッフィーのハーバーショーがあります。これはね、7月4日から9月の6日。結構短いね。はい。で、これはですね、ハーバーショーってことで、まだ分かんないんですけど1日1回10分間で、多分ハーバーグリーティングだと思いますね。なんか、8人 ?7 人か。7人が乗った、そういうグリーティングがおそらくあると思われます。 でも1日1回なんだよね。暑いからかな。あのモフモフは暑そうだもんな。なので、さっき写真はね、これミッキー広場。早くかふうにずらっと並んでるんですけども、ミッキー広場でショーをやるってのは考えにくいですね。おそらくハーバーグリーティングだと思う。割れます。これが1日1回だけですね。いや、これ2、3回やってほしいですよね。あともう1個はですね、こちら4月4日スタート。これは レギュラーショーですね。レギュラーショーでダヒアノ・フレンズのワンダフル・フレンドシップ。はい、これ、ケープコットにショーが帰ってきます。やりました。はい、こちらですね。1日4回、1回20分のガチのショーが帰ってきます。ケープコットはね、マイ・フレ・ダフィーって言って、15分の右ショーを何度も何度もローテーションをやってましたよね。で、ハンバーガーで、こちらね、あの45分かな。はい、そういう短いサイクルでね、次々、次々っていう、そういう。 やってましたけども今回1日4回のガチのショーですね20分ちょい短いのかな詳しくはこちらはい公式ページカミングスになってますねはいこちらあでもこっち見ると1回75分になってるねああなるほど75分の、はい、所要時間でそのうちのショーは20分ってことねで食事の後に公演があるんだなるほどねってことははいこの 何3 4 0分のうちにご飯食べてで後半20分でショーをやるよってことねはいそういうのがこれ始まりますはいこんだけですねはいなので夏限定のハーバーグリーがある7月4日僕らが言うと夏限定のこういうね9月の4日は6日までか6日までの夏限定のハーバーグリーそらくハーバーグリーがある。 1> で1月4日からリグラーショーが始まる。で3つ目のプログラムとしては、はいまあグッズですよね。さっきのね、ハーバーグリーン合わせて、ダビフノフレンズのサマーナイトメロディーっていうこの夏の夜をイメージした、はい、新シリーズが始まりますね。今回、ダーフィー、シェリー・メイ、オル君、リナ・ベルト。この4人が、はい、フィーチャーのそういう 夏の夜のはい、星空イメージのそういうグッズ展開がありますね。こちらカミングスーンで時期だけ発表ですね。はい、あやとデコレーション。はい。フォトロケーションがあると。お揃いコーデ。ダッフィーフレンズのお揃いコーデで。へえー。おー、なんかモデルがみんなイケメン。あー、なるほど。おなるほどね。こういうまあおれいグッズが出ますよと。詳しくはこちら。どうなるんだおー。 ああ、本当だ。7月3日から、ショルダーバッグ、カチューシャ、ああ、オルクのカチューシャだ。はい、こういうグッズ。とりあえず、あ、こんだけだ。とりあえずこういう、なんか、バウンドコーデできるグッズが出ますよ、と。はい。じゃあ、このキャストのこの服は、えいまこのモデルの服は、これじゃあ、私服なんだね。なるほどね。終わりだ。なるほど。はい、ダッフィー情報以上になります。わかりましたか はい、なので整理すると、はい、夏のこの水関係のプログラムはい、それが発表になりましたあとそれとは別に置いといてダッフィーみんなに会えるはい、こういうイベントこういうプログラムも始まりますよとなので水かけとダッフィーは別なんでこれごっちゃにしないようにしてくださいねはいで総評なんですけども僕的にねダッフィーはいいと思うまあハバグリハバグリは 今やってるあのオンザシーになるじゃないですか40周年オンザシーね <laughs> あのまあ名前は違うんだけど40周年オンザシーがあってダッフィーがあるのでまあ1日2回ハーバーで何かしらこういうグリーティングがあるっていうのはいいと思いますねあとはケープコットでレギュラーショーが始まるのでまあこれもね抽選なのか分かんないんだけどもまあもしこれ先着だとしたらまあ大変ですよねはいあとねお値段も発表されてるんですけどやっぱちょっとお高かったですね なので、ダフィーに関しては、まあ僕は合格ですね。まあ本当はね、ガチのハーバー賞やってほしいんですけども、まあ、うん、夏だしね。なので、ね、ダフィーに関しては、まあまあ合格。で、夏メニューに関しては、ちょっとこれはもうぬか喜びで大いに不満ですね。まあ、こうやってね、ポスターとかビジュアルで、こういうふうにね、あの、ズム濡れ、ね、マックス、びしょ濡れのディズニーリゾートが帰ってきたっていうふうに、こうやって、まあ、 煽りますよね、プロモーションはやっぱりこうやって。で、ツイッター見てるとみんな赤字反射で喜んでて、大勘違いの人が結構いて、はい、これはね、白米でそういう水かけイベントやらないし、ハーバーでも水かけのね、そういうショーはやりませんので、ちょっとご注意ください。まあでもね、このベイマックスのなんかランドで停止して水かけってやつは、まあちょっと気になるんでね、もしかしたらね、ズーヌレエリアとか設定されてるかもしれないので、 はい。これはこれで少しはね、期待したいと思います。はい。以上、夏のイベントを帰ってきたよっていう、はい。そういう解説動画でした。まあ、でも、このね、ビジュアル、これも貼ったり効いていいですよね。はい。これもめちゃめちゃ貼ったり効いてますよね。まあ、うまいっちゃうまい。実際にコロッと騙されて、まあ、騙されてるというか、コロッとこれでですね、その気になってるゲストもね、多いので、まあ、プロモーションとしては、まあ、うまいと思いますね。 この辺とかもキャッチコピーも上手だし、はい、このビジュアルなんかもねよくできてますね <laughs> はいなんで中蓋開けてみたらそんな感じってことではいとりあえずね夏のプログラムの解説でいいのになりますよかったら感想を聞かせてくださいはいそれでは失礼します